皆さんこんにちは、こんばんは。絶対セーラーカラオケとかゲームセンターの方が好きというわけで、早速やっていきましょう。もうね、空手遠すぎて、毎日絶対カラオケとかゲーセンしか行きたがらないんで、もう最近嫌になってきてる、ミストでございます。本日はですね、久々に、まあ、団長野州サクセスということで、まあ、センス丸を引き出すことができたんで、まあ、気楽にやっていけたらいいなと思っております。ベントデッキはこちらですね。はい、神宮寺、能見、雷、ミサ、セーラで、フレンドさんに、サリさん50をお借りしております。はい、まあ有名なコンボデッキですね。はい、まあ鍵は神宮寺の金徳だったり、サリさんの告白だったり、最後の最後に訪れるカミラの金徳の成功失敗が鍵を握っております。はい、まあ、それまでね、いかにカラデート探索ミスコツ回収うまくいけるかという感じになっていますので、長い動画になりますが、皆様、お楽しみいただけたらなと思います。はい、まあ、おそらくね倍速になってると思うので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ではやっていきましょう。ちょっと初期値ですね。初期値はそこそこいいですね。はい、総力と補給が低めなので非常にありがたいかなと思います。ではいきましょう、いきましょう。渋いクリア。はい、まあ甲子園大会もね、そろそろ始まるということで、皆さんは知られるでしょうか。私はグループに大変絶望しております。はい、どうなんですかね。周りの皆さんの走られる状況にもよるんですけども、まあ、累計でね、PSR を手に入れることができたらいいかなと思っております。はい。そして練習が渋い。ここで1回でもね、びっくり起きてくれるとね、全然違うんですけどね。はい。ちょっと動画パワーで起きてほしいですね。動画の力。さあ、ラスト1回。びっくりマン。はい。さあね。というわけで、強い。強いけど、サーリーさんの評価上げたいってのもありますが、さすがに強すぎるんで、ここ行きます。はい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 。まあ、あとね、45でチームランク S 級なんですよ。なので、早く達成したいんですけどね。なかなか時間もなく、このできる機会に全力を注いでるんですが、まあ、カミラが失敗したりね、神宮寺が失敗したり、僕が来なかったり、もうほんとね、ダンジョンってね、難しいですね。はい。ほらもうさ、今来んなよ。今来んなよ。さっき来いよっていう、愚痴をいつもやっていきましょう。ふぅ。ほんとあと45上げるのが非常に大変です。まあ、てか、この辺の装備のお話とかは、めっちゃした方がいいのかな。多分、前回上がってる動画のすっげー見づらい動画になってしまって申し訳ないんですけど、あそこで結構何個か、この場所ではこれをつけてけみたいなこと言ってると思うんで、今回はそこまで、なんか装備の解説とかはするんじゃなくて、まあ雑談メインで、まあ時間もね、早くできたらいいかなと思っております。で、アクセサリーもね、僕、何僕って言ったんだろう。自分結構変わったので、まあ、その変わった装備の動画も出せたらいいかなと思っております。前回ダンジョンガチ装備みたいな動画出したと思うんですけど、あれから全然、中身が変わってるので、ちょっとね、改めて見ていただけたらなと思います。装備厳選は特にしてないんですけども、サクセス終わりのアクセサリー作成でだいぶいいのができてきまして、ちょっとね、改めてお見せできたらいいなと思います。はい。悪いな。まあ、小さい花をね、たくさんゲットできるように頑張っていきましょう。まあ、ムカデ踏める分にはね、いいですね。さあ、グリモーサー。いいね。いいっすね。はい。よし、いい調整。いい調整をしていく。OK。では、ルーペドン。はい、失敗。いいね。グリーンでいっぱい来るのはね、いいことですね。でも小さな花をくれないと。3体出て0はないわ。3体出て0はないわ。さあ、で、あとは、ここのループでですね、今すげえ良かったんですけど、筋力ポイントをいかに取れるかっていうのが、このデッキの鍵でもあります。ご覧の通り筋力キャラが一体もいないので、ループでね、筋力を取るっていうのが大事ですね。はい。で、あとはコツ回収で、阿部火流し打ちを、まあ、抑えられたら、本当に高ランクの選手が見えてくるので、そこが鍵でもあります。では最後、ループで締めーたーし。はい。まあ、脳みとかね、雷と練習して、一緒に練習だと一番やばい精神ポイントをよこしてくるんで、そこをいかに踏まないかっていうのが大事になってきますね。はい。まあ、あとイベントの兼ね合いも非常に大事です。なので、起きてください。お願いします。何でもします。はい。では、続いて探索技術を積んでまいります。手に入れてないじゃん。結構倒したと思ったら2個しかねえのかよ。はい、東廊下行きます。
っと待ってくださいね。ちょっと調子悪い。はい、OK ですかね。はい。まあ、無事ね、青が2個あってくれたのでよかったかなと思います。はい。OK。ただ、赤マスがちょっと少なかったんでね、どうやって踏んでいこう。あ、それもなかった。さっきより踏みやすいわ。全然さっきより踏みやすいわ。いいね、グリーン。ただ、花をくれた。よし。大体ゴキブリばっか来るんですけどね、この廊下。いいね。ここで10まで上がるのは良さありますね。おお。いいね、いいね。これちょっと難しいけど、ゴー。さて、いけるか。いけた。よし。いい感じですね。今のところ金力ポイント結構稼げてるんで、いいかなと思います。さあ、ここからイベントが起きますぞ。さあ、何が来るんだ？来ちゃうのか？来ないのかい？あ、いい。これはいいぞ。これモテモテ来てほしいですね、サイリさん。モテたいんです。お願いします。いいね。いいっすね。結構、このサイリさんのイベント 50-50 かなという印象はあるんですけども、これは動画パワーですかね。神宮寺のね、金徳の成功率もモテモテかかってくるので、今のはでかいっすね。ね、次はちゃんと霊力を積んでく。霊力を積んでく。え？意外と手に入れてなかった。おかしいな。落としてないかな、どっかに小さな花。まあいいや、100% になったので、もうノリノリのウォーウォーの、イエイエイでいきたいと思います。さあ、ここもね、ルーペ2回踏みたいですね。3、敵3ルーペを。できればですけど。だんだん喋ることがなくなってきた次第でございます。どうしようかな。あー、そうだ、本当にね、前回打撃キャラ、体力攻略の打撃キャラ攻略のガチャ動画を上げたんですけども、自分マジ柳生ちゃんが言っても出てなくて、本当にあれは不運だったと思うことありますね。はい。まあ動画見ていただければ分かると思うんですけども、なんで柳生ちゃん引けなかったのかなっていう。10回も引いて確率アップしてれば1点は引けると思ってたんですけどね。パープルに愛されてないのかな。さあ、1回目無事踏むことができて、ポイントは平均といったところでしょうか。呪いもね、持ってないんですよね。打撃キャラに恵まれてなくてですね、3本も持ってないですし、初期からいるんですけどね。脳筋時代は非常に佐久間は強かったと思うんですけど、今でも強いのかな、わかんないですけど、やっぱ金徳の失敗があると、ちょっと、あれなんですか、優先で落ちちゃうんですかね。はい、まあ敵2だったんですけど、まあ止めただけ良しとしましょう。まあ敏捷はあまりいらなかったんですけど。まあヘ打撃みたいなのやってみたいんですけどね、ちょっと打撃キャラ自分になさすぎて、できない次第でございます。はい。経験って持ちのないから打撃キャラで固めてやってみたいんですけどね。イベントは大きいです。まあ、きっちり混乱体制をね、積んでいきましょう。めんどくさいんでね、もうこの2人はもう準備バッチシになっております。で、19はちょっと低いかな。変えるか。さあ、行こう。立ち止まることなく。そこそこ。このね、紫のキモいやつがね、ちょっと強いんで、そこは注意していきましょう。やめろよ。不意打ちはね、ほんとに困る。あ、よかった、連撃ナイス。わすわす出てくるな。やっぱね、デスペラードはね、威力が低すぎてね、ワンパンできないのがね、ちょっと最近悩みなんで、ツインビースト厳選もね、動画で上げれたらいいかなと思っております。本当に悩みって言ったらそれくらいですかね。はい。だいぶダンジョンに慣れてきたというか、まあ、これだけやってるんで、慣れるもクソもないんですけど。ツインビースト電光石火もう一本欲しいっすね。ただ、作ってた頃はね、本当に大変だったんでね、またあれをやると考えるとね、なかなかやる気が起きない次第でございます。はい。はい。まあ、好きでね、できる方も結構いらっしゃると思うんですけども、自分は結構めんどくさがり屋なので、装備厳選はあまりしない派ですね。ルーペ決めたら完璧なんじゃないか。来い。イエス。そこそこ。
ぶっさ、そろそろ告白とかっていいんじゃないか。いや、お前かよ、お前もいいよ。マイベシ取ってないのはちょっと不穏ですね。みんなもう行ったんじゃないか。オーケー。まあ、サイリさんってね、ずっと連れてって、他2人は外して、メンバーチェンジということで、2枚カードを切ってきまーす。こんな感じで。はい、次は探索技術を積んでいきます。で、団結も上げたいので、まあ、なるべく上げるようにはしていきまーす。レイバー対策もね、この2つで15いくんだったんで、すごいありがたいですね。40、48、42、 OK、 ゴー。いや、マジでダンジョン動画撮って疲れるんですよね。はい、無事2個会ってくれたので助かります。まあ、だから多分どの実況者さんもあまりダンジョンの動画は撮りたがらないと思うんですけども、本当にカットとか編集しなかったら2時間超えでよくやってるんで本当にさらさら疲れる。そして気づいたら時間がめっちゃ経ってて、俺今日何してたんだっていう風になる。それがダンジョンです。更新できなかった暁にはね、本当にさらさら時間の無駄ですからね。はい、本当恐ろしい高校ですよ、この高校。さあ、先にルーペを踏んでしまう。ただ無事踏むことができました。順番は違ったんですね。ちょっとヒヤッとしましたけどね。さあ、せいやの告白とか欲しいぞ、次。来ちゃうんでしょ、どうせ。もうね、分かってんのよ。来ないんかい。これか。どうしよう。体力ないんですよね。大事にしとくか。てか、後入れがマジで起きてないのがやばい。バイヤーだな、これは。まあ、ここは幸運を積みつつ。やっていきますかね。ここ3回踏んでいきます。おお、いいね。今回すげえ探索技術が仕事してる。はい、うん、気が楽。本当に強敵はね、近くにないんで。ここの強敵に何回殺されたか数は知れてません。あと自分ダンジョン高校やりすぎて、他のね高校プレイングがねすごいひどくなっちゃってて、ちょっとここ直したいなというふうに最近思っております。まあ、カズさんの動画でね、俊英高校の、まあ、急戦点対決みたいな企画をやらせてもらったんですけども、まあ、結果的には、まあ、結構言わないんですけども、本当にミスがねひどすぎて、動画を見返すとね、本当に悔やまれるところがね多々ありましたね。本当に練習男女しないってなんかね、評価のあれとか全然わかんなくて、動画内では悲惨でしたね。 OK、 OK だけど精神はいらん。いるかな。うん、回復薬はね欲しいところなんで。OK、 滑りを利用するのがここは大事です。そしてこいつが出てくれることも結構嬉しいかな。さあ、後入れ、後入れ先輩ちょっと遅れてますよ、帰ってくださいよ。 OK、 いいね。セーラさん、セーラさん、これセクイチで退部しないで済んだかな。はい、あとサイリさんよ。サイリさんもこの勢いでピッチャーはない、ピッチャーはない。なるほど、脳に雷スイッチで、致命耐性を絶対につけていきましょう。絶対につけていきましょう。強いては防具で致命耐性持ちとかを前持ってたのに捨てちゃったんだよな。バックスタブ、そしてまた適当につけていく。致命耐性ということで、うん、これ致命耐性野生の感度なんで非常にいい防具でしたね。いいかな、うん、適当。あー、そんなに集まってないな。不安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 。うっさ、ここもびっくりよ。一発で踏めちゃうのか。天才かよ。それもちょっと天才だったわ。すまん、ちょっと天才すぎた。よし、ここは敵的ルーペをね確実に踏んでいきましょう。サイリが来てくれればこの動画ボツにならずに済むんだけどな。
まあ、こいつあれだけはちょっと中心。まあ、いいか。もう受けちゃうよ。8000で。はい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 。うーわ、きつい。ちょっと怖いんで使っとこうかな。うん、使っててよかったっぽいですね。ほい、ルーペー参ります。ルーペー参ります。止まるんかい。かなりパイセンやべえな。こい。うん、ジャストウェイ。うん、いいよ。あー、神宮寺が死にそう。バンサーは本当に防御力がないんで、そこがちょっとね。え、これで死ぬみたいなのあるんで、たまに。たまにって結構、あ、これ死ぬな。神宮寺一回は死んでも。はい、それ。いや、お前は、ただ技術もらえなくなったのが、ちょっと痛いんで、ワンチャン、ワンチャン回復ますね。止まらない。止まらない。うわ。地味に痛かったな。雑だな。ほいっと。さあ、最後の告白。てか、当て目持ってほしいけどね。お、そっちかい。君か。ただね、神谷の告白の後ってよくサイレンさんの告白来るんですよ。これ、僕あるあるなんですけど、なんでまた僕来たんだろう。さあ、来るよ。あ、もうそっちかい。そっちかい。これ、瞬時終了しよう。もうね、セイラの5回目の金徳イベントの時に、あの、さよなら男をもう、もらえる前提で、もう、攻めてます。次は、あ、次強いとこか。うん、うん。ちょっと強がるかな。雷。ちょいちょい。あれ？どれ持ってんだ？もう一回。で、はい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 、こんなとこですかね。はい、まずいな、ちょっと回復薬が不足してるな。全力で取りに行きます。せくじけ30分にもなりそうだな。やべえな、この高校、この高校やべえっすわ。足忘れましたわ。くっそ、失礼。オッケー、ナイス。オッケー、すげえっすよ。あー、くそ。ここは小さな花を乱獲したいとこなんですが、マス目がきつすぎる。んー、やだね。なるほどね。うん、小さな花、小さな花。うん、次ルーペいきます。サンタ出てこなくてもいいのに。ルーペの神を我に微笑め、微笑んだぜ。よし、ただしうぶいな。オッケーオッケーオッケー、まあ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 かなでしょう。調子も踏まずに済んだし、いいね。6個さあ、君は2体くれん。はい、もうしんどいよ。回復薬使わされるよ。うわ、ダブルちょっと効いてないわ。やべえ、ワンチャン死ねる。うわ、やべえ、おぶねおぶねおぶね、マジで心臓に悪い。やめてくれよ、一回の探索ミスが命取りなんだよ。危なかった、本当に。おい、危な、あれはないわ。あれ、よくせぬ事態になるわ。打撃練習が全然上がんない、それも悩み。来い、これよ、これです。待ってました、サイリさんだよ。いや、いいぞこのサクセス。今のところ向こうは行っちゃおう、突き進もう。調子に乗って団結レベルを上げてきます。80はちょっときすぎだな。
74もちょっと低いけど。74。安心安心安心、そう、安心安心安心、よし。うん、これいっかなでしょ。うん、よくも大丈夫と。いいね、めっちゃ手に入った、ありがたい。さあここで団結45にすればいいかな。うーわー、強敵に挟まれてる。まあ、お前戦うのも宿命と思うしかないよ。何も一歩しか持ちないと。なんか忘れてきてるー、なんか忘れてきてるー。アームブレイク付きのあれ忘れてきてるー。まあね、回復薬がたくさんあるんで、今回はオーバーブレイクしていきましょう。いけ、よし。強敵に挟まれるとつらいなー。やだやだ。十分ね、ここの弱い敵の方でも団結100もらえるようにレベルは調整してるんですけど、配置が悪いんです。これ強いな、いったべ、よし。ふぅ、気が楽とも言えないけど、もう音速で止まるな。まあいいよ、敵を踏めればいいんです。で、両手を3回目に踏めればいいんです。神宮で嫌いか、お前は。俺も嫌いだよ。待って、これで45になるかな。ナイス。はい、でルーペ締めできれば最高、最高になる。よし、いいね、いい流れよ。で、後指が起きて終わっちゃうの。後指が起きちゃうのね、ここで起きちゃうんですね。いいね、結構気持ちいい作戦ですね、セクイチは。1325結構出たんじゃないでしょうか。はい、ちょっとね、セクションごとに休憩を取りたいので、ちょっと一旦区切りますと言っても、まあ編集でなんとかなってると思いますが、はい、はい、ではセクションにやってきます。音楽準備室、ウエントじゃねえや、ウィル。はい、でまあサイさんデートね、まず消化していきたいと思います。はい、間違いないようにね、していかないとね。いいよ、後入れの走りいいよ。んで、まあミートとかはね、雷に依存でもありますし、肩も神宮寺に依存でもあるので、そこはちょっと上げていきたいと思います。まあ成功失敗あるから神宮寺の方上げた方がいいんですけどね。はい、はい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 、ダンジョンは大変、もう本当に爪につきるわ。うん、はい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 、うーん、突き替えだけで疲れるという器までございます。はい、参りますか。ちょっと右に行って音楽準備室行きましょう。さあ、神のルーレットをお見せしましょう。デレン、はい、神です。どうも神です。よし、こいつの方がやだな。このね、気絶攻撃地味うざいっすね。今ちょっと保険で回復して、行きます。やめて先生は、もう何で画面止まんの。はい、で次ループですね。火炎する。
おっと、不調だぞ。先に金出しちゃったからな。だるほい、オッケー。探索さえ終わればね、あとデートだけという状況にできれば、まあ結構サクサクできるんですけども、ほい、よいしょ、シェイル精神だけかよ、あんまりねえな。体力がなかったらもうサイサっていうね感じでいきたいと思います。くっそ、いいっすね。はい、これがこの話をします。よいしょっと、もうちょっとあとに4分の2なんで、もうデートで行きたいかな。こうかな。ビービーは一旦、うん、ちょっと余裕を見せていこう。で、メンバーチェンジ。うん、こんなもんで。よし。あ、ほんとリブレット神がかってんな。配置良すぎる。下手くそかよ。鍵ここで、ね、いらん。どうせ取るんで。さあ、あと1回やってルーペ踏んで、まあ本当は敵さんルーペ、敵にルーペとやりたかったんですけど、まあちょっと下手くそでしたね。はい、筋力増し増しで、もうゼロかよ、ゼロかーい。うん、体力ないとこいつに出会うのないっすね。グッドグッド。で、閉めるか。オーケー、カラメートゼロ。ノーミー今とか、今来ないでよ、絶対に。絶対行くんだよ。よし。さあ、クイベが先行してく。まあ、いっかなと思います。では、放送室。参ります。はい、もう霊力ガン積みで参りますと。いやー、今のところ順調すぎます、本当に。まあ、ルーペ踏みがところどころ下手くそだったかもしれないですけど、危ない。うん、まあ、ここのねルーペ踏める人は本当にセンスあるなと思うんで、まあ、僕がセンスあるのかどうかをご覧ください。あるんですね、これがまたあるんです。行き過ぎたか。まあ、踏める分には。よし、次踏むぞ。次踏んじゃうぞ。
もう一度言いますけど、ここでルーペンがいる人は本当センスあると思うんですよ。まあ一応やってみるんですけど、はい、ゴミ。ラストチャンス、ラストサタデー。うわー、今行ったのか。なんで土曜日だったんだ、しかもなんでサタデーを選んだのか僕もわかりません。はいはいはい、僕もっといいや、舐めすぎ。はい、飲み込んだよ。打撃練習これ行ってえな。ストールとか肩絶えもねんだけど、困るな、まあ、あと物置しか可能性ないんだけど、物置で3個打撃とかなったら神だけどな。うわー、打撃1は痛い。こういうとこ行った方がいいのかな。いや、セクニア我慢だな。セクニア団結上げに勤しみたいんで。まあほんとメンタルはね、余っちゃうんでね。ではまた戻りまして、次は柔道場に参ります。サイリはこれ行ってるのか。あー、気が遠いな。これ8上がってるってことはまだちょっと微妙なんで。そうですね、精神ポイントがいらないんで、ここはカメラでいきたいと思います。まあ、戦闘後のボーナスでね、得意練習に応じて、ボーナスポイントをもらえるんですけども、これ雷を入れてしまうと精神ポイントをもらうことになってしまうので、まあそこは避けたいなということで雷を外していきます。ちょっと厳しい戦いになりそうですけど、まあ、その神宮寺の応急手当役をやってもらいましょう。 OK ですね。で、アームブレイクバックスタブは忘れずにつけの、ベボート。はい、参りますか。柔道場。うーわ、いいんだけどね、これ強敵を避けることが楽なんで。で、団結がちょっと読めてないんですけど、どんなもんだろう。55か、際どいな。まあ行くでしょ。いや、強敵はちょっと怖いんで。はまってしまわれる。神宮寺怖いんで回復して、よかった、回復しといて。こいつら駅に行くやつガンガン狙ってくるからね、性格悪いわ。ほいほいほい、まあピンクのやつでもそこそこ団結上がりますね。もうガチ装備できてるんですけど、まあ、セクサーは僕は65で終わればいいかと思ってるんで、70はよほどハマらないと無理ですね。ただこの攻撃ため攻撃の背負い投げは、背負い投げはアームブレイクの攻撃力ダウンが反映されてないというね、ことが最近分かったので、まあいけるでしょ。これ一体整えて深呼吸して、一体残しにして、もう一回息を整えて、最後にみんなでバン。さて、あー腰痛い、行くぜ。さっきも2体戦ってんだよ、こっちはもう慣れてんのに。うん、その程度ね。はい、どうだ、ボーナス。オッケー、大丈夫。筋力多めでお願いします。マシマシで。あー、まあ普通だな。普通でした。わかった。さあ、お正月へ参ります。お正月へ。まあ、最近ね、フラグ立てると絶対来ないんで、絶対、代表出るわ。絶対代表出るわ。もうね、その予感しかしないんだもん。うん。
いい、大吉とか欲しくないんで全然。いいよ、最高でいいよ。もう仕方ない、それは。じゃん、来たぜ。これぞフラグ、回収。やべえ、クソ嬉しい今のは。完璧だわ。うん。心配もなんもなかった。うん、真実はもう、心の中で。さあ、これ、ダビキタックだ。ダビタックだけど。あ、ただ、これは行きたいな、スカートも上がるし。かー、ちゃんね、逆境を潰していこう。流れがある、今。今のは、今流れ来てるから、きっと、流し打ちをくれる。この流れに乗って。流れに乗って流し打ちをくれちゃう脳みマジばあちゃん。よし、行こう。さあ、行こう。二回生とかね、潰した方がいいのかな。いや、でもね、福井部っていうか、男女高校のイベントで、ね、もらえることがあるんで、ここ潰した方がいいのかな。アドバイスを乞いたい。アドバイスを乞いたい年頃の私ですが、ここはもうね、流し打ちしかくれないと思ってるんで、自分。流し打ちしかくれない。じゃあ、守備力のとこ。スカウトにこびるためにね、これでいかない？行っちゃうんですね。さあ、ノーミ先輩、頼みます。ここでかいっす。マジで、ターニングポイントです。ターニングポイントです。ゴー！ノーミ心臓！ノーミの心臓！流し打ちよ！なるほどね。そっちのフラグも取るね。いいこと、いいこと。上等、上等。悪くないか。うん。装備よりマシだから。うん。ふぅ。楽しくなってきた。さて、この微妙な体力ではありますが、用具室に突っ込もうと思います。さあ、ちょっと雷にチェンジします。付け間違いで死ぬこと結構あるからね。さあ、急に慎重になりだす私ではございますが、大丈夫だね。おっと、忘れちゃいけない。オッケーオッケーオッケー。結構ギリギリじゃない、回復力を今見たけど。さあ、道場用護室参ります。60もいけるかな。強敵をね、踏んでいかないといいね。いいね。そういうの、そういうの。言おうとした瞬間に来てくれる気にする。OK。もう一回。よし。これ、舐めてるとマジ死ぬんで、そこだけ気をつけましょう。こうやって強敵で地道に稼いでいきましょう。さあ、4時半であることがバレたぞ。さあ、ルーペマン、ルーペマン。うおお、滑ったね。いい滑り、いい滑りよ。よしよしよし。順調順調。打ち嫌だね。さあ来い。よし、全部踏めてる。団結上げてるぞ。際どいとこまで来てる。オッケーオッケーオッケー。ただ TP がまずい。 TPA 整えて、よし。さあ、ルーペマン。アイムはルーペマン。くぅ。さあ、最後踏むぞ。栄光のルーペ。だー、滑るー。ダメだ。掛け声がね、バグってるからダメだったんだろうな。ちょっと、環調整しようね。お前を回復しとけ。よし、まあなんとか、TP が心配ですが。ミス多い、ミスが多い。まあミスが多い年頃もありますよ。23、あ、ダメだね。危ない危ない、年バラすぞ、危ない危ない。もうお前死にすぎ。まあいいけど、ここで死ぬことはあまりあれなんで。根性うぜえ、マジ。よし。
な。そうそうそう、こういうとこ行きたいけどね。さっき一回行っちゃったんでちょっと我慢しましょう。まあ天才覚醒もねするかもしれないんでちゃんと上げときましょうね。で、サイヤも大丈夫っぽいのでメンバーチェンジ、このメンバーでいきます。はい、またまた付け直しでございます。黙ってんな俺。ちょ、さ、剣道場残しといて2階階段に参ります。まもなく2階階段、2階階段、折り口は左側にございます。で、ひどくなかった。おい、よしよしよし。もうマジダンジョン作れるよね。ただ自分が、あ、そうだ、この話を、自分がね、ダンジョンやり始めた理由といたしまして、まあ、当時全然イベキャラの上限回復とかなくてなくてですね、もうこれで納金やっても、絶対更新できないなと思ってたんですよ。で、そんな時に、まあ、ダンジョン先駆者たちが、いろいろと開拓してくれまして、それに自分も続こうということで、結構納金みんながガッツリやってる中、自分は早い段階から結構ダンジョンやってたという感じですね。はい。まあ、今ではね、その、転機といいますか、早めにやっといてよかったなとは思いますけどね。まあ、とかやっぱり結局チームランク S67 くらいまで行くともう天才とか使わない限りダンジョンじゃなきゃきついんじゃないかなとは個人的には思ってるんですけども、どうなんですかね。まあ、シラスとかタヘラとか全然やってない自分の意見なんで全然スルーしてもらって構わないんですけども、どうなんですかね。という偏見を抱きつつ、これはもうデートで終わろうかな。サイさんが最後やって終わりましょう。はい、カラデート、最後に来るなよ。くそー、これは痛い、非常に痛い。くそー、あー、マジか。練習が一回減った。ただ経験点はそこそこ出てますね。さあ、神宮寺の金属タイム、ちょっと怖いとこですね。ただ肩を B 以上にしちゃうとね、ちょっと今後辛くなっちゃうんで、そこは我慢ですね。あー、サイリから出るか。最近順調だったんだけどな。ちょっと危ない、足をつけてないね。さあ、このサクセスどうなるのか、果たして更新はできるのか。粘つく液体がちょっとたくさん欲しいかな。さあ、ルーペの時間です。オッケー。まあ、セイラのね、カラデートがね、平均2回なんで、そう考えると、サイさんはちょっと大きくしなかったんですけどね、本当は。エラが起きないってのはマジで逆に奇跡ですね。サルーペを踏みたい。うわー、まずい、そこにするか。自分を信じろ。オッケー、危ねー。ここのね、筋力稼ぎはマジでかいんで。
あとアテビが何回残ってんだろうな。なるほど、こういうのは見ちゃダメだ。はい、では装備を戻しましてと、次は南廊下に参ります。もうすごいな今回。一回くらいもう探索技術が何も仕事しないなんか毎回あるんですけどね。次まで続いてほしいですね。北廊下までちょっと2個あってほしいところでございますね。さあ次ルート踏みます。とい、オッケー。なかなか、まあ、ここもルーペでいいですね。もう団結の心配はないんで。あ、濃み雷カメラの福井部か。あー、濃みの福井部結構残ってんな。あー、これスルーで。弾頭ちょっと上げ忘れが怖いんで歩きましょう。草木破りも取っとこうかな。さあ、ここまで頑張ってほしい。青びっくり先輩、青びっくり先輩、ここまでちょっといっぱいできて、おーし、優秀かよ。優秀って言った瞬間避けとく。嫌いかよ、おい。オッケー。結構避けるね、滑ってるね。これで決めるぜ。くそ、あ、間違えた。さすがに今は早かったっすね。これでしょ。内心めっちゃドキドキしてました。ルーペジュレ、オッケー、素敵。さあ、あとアテビが加速してほしいですね。テルそばから、まあ、攻めていくか。はい、いっか。3、いいに参ります。おお、全部仕事したね、ルーペ先輩。ルーペじゃねえや。あ、びっくり先輩。まあまあまあ、敵でいいっすよ。もう長いんで、ここは。一回踏めばいいんでね。気楽に行きましょう。まあ、そのうち踏むと思うんで。じゃあ次踏まないとまずいな。本気出します。ハートのところら辺で押す。そうすることによって止まる。はい。ルーペですね。赤2番目あたりのこの辺で押すと、なんとルーペに一直線。ありがとうございます。で、敵さんしてからルーペ締めしたいと思います。敵見てもいいかな、ちょっと怖いんで。チクってるかな、それ。チクってるかな。攻めようかな、どうしようかな。悩ましいな。行っちゃうか。いや、これダメだったら、あ、行っちゃうの。結局行っちゃうの。じゃあいいよ。じゃあいいっすよ。これ一回踏んで、最後は敵で締めたい。敵締めたい。ルーペで締めたい。ドン、パッチ、オッケー。さあ、アトイベ頼むぜ、アトイベ。カメラのパーティーのイベント来てるっけ。あ、まずい。ちょっと渋いぞ。打撃が来ない。打撃がカメラか。じゃあ、スルーで。では、さすがにサイリさんを完走させたい。あ、トイレ怖いな。ちょっとそろそろ起きて、頼むから少しかい。うわ、起きね。まずいな。イベント未完が一番萎えるんだよな。あー、どうしよう。これじゃ。あ、やべ、あれ探索系統聞いたっけ、誰か。まあ、いっか。
神がお手すぴような気持ちです。ただ配置が素晴らしいですね、本当に。今回は反則ミスなしでいけたのは良かったかなと思います。うん、ナイスや。なんでチャンス率が取れてんだ。誰かつけてたかな。ちょっと邪魔だな。ああ、まあしょうがない。しょうがない。さあループで締めましょう。ポイドン。あーくそう。うわ、打撃ゼロかよ。マジでない。それは持ってねー。あ、カメかそうか。よかったよかった。うわー、やめてー。やる気が下がってく。よかった、雷のイベントの前で。そうそう、 3C のために取れるコツは取っておきましょう。痛いっすねー。ここまで来たら取りたいけどな。とりあえずこんな感じでパワーを B くらいにしといて終わりかな。あー、神宮寺何もかかるんだよな。やる気ダウン怖いなー。神が言っとくか。はい、ちょっとまだ来ないで、まだ来ないでね。まあ、それはいいけど、それはいいよ。まだ来ないでね。絶対来んだよ。来るんかい、頼む。来い。よーし、よかった。よかった。うん、マジで九死に一生と言いますか、この神谷のやる気上げ、割とターミニングポイントだったかもしれませんね。後付けですが、ただ剣徳だけに少しなんだよな。ここからどうしよう。 3ACD か。男性ら行っとくかな。ここに何回カード送るかによって変わってくるよね。あー、これ初めてか。でもあと2回かな。ノーミの金徳2回と残り1回だと3回ですね。まあ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 、まあ、いい感じが来てますね。で、評価も全員上がりきったので、見た感じ。はい。井戸端も大丈夫と。3A かな。ちょっと回復薬ももう、ラスボス用に作ってきますかね。体幹粘つく液体が全然作れてない気がするんですけど。ガラスのビームなかった。ガラスじゃない、ガラクタもなかったわ。あー、5個か、5個あれば取れるんすよ。OK。では、井戸端の最低限だけ残して、ガンガン進めていきましょうかね。で、探索技術が、なぜ働いたのか見るの忘れましたが。はい。はい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 。じゃあルーペ止まります。いいね。ちょっと、うん、まあ、こっから SSD 目指すには、まあ、アベヒート流し打ちを頑張って取らないときついかなという印象ですね。で、3C で守備職人とかにね、神引きができれば、まあ、怪我してきたとかもそうなんですけど、まだ可能性はゼロじゃないんでね、大吉も引いてますし。ゴー。イエス。ほいほいほい。ああ、それはこれでいいや。うん、でもって回生ね。まあ一旦セーラー一気押してみますか。 OKOKOK。
パクパク来たか。パク4波が来たところで、まあ、もう一回取っちゃおうかな。うん、これはしょうがない。3C へ参ります。セイラのデートで締めて積算終わりですね。これで全部で今1時間半くらいか。まあ1時間以内に収めたいんですけどね、 YouTube 動画上げるときは。さあルーペマン、ここだ。くー、ここです。いやー惜しいんだけどな。ここ、全然ずれてる。ここマスのズレが2から5なんで、それ読み切りつつも結局この辺。くそー、一回は見たいな。こい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 、頼む頼む頼む、今です。くぅ、お願い。ちょっと掃除機の音が入っちゃいそうなんで一旦区切りますね。はい、よしよし、やってきます。さあ大丈夫、ここ守備職人がロボ機、いいね。なかなかいいとこ来ましたね。さあ、いいとこで来るね。いいよ。マックスの状態で来てくれたんで、2回探索すればもう大丈夫ですね。はい。で、セイラとカミラに関してはデータが残ってるんで、サイリさんだけ連れていけば大丈夫です。じゃあ、セイラのデートやって終わろうかな。オッケーですね、セイラ先輩。で、ノーミとカミラのテレビが1個ずつと。来てくれました。ありがとうございます。オッケー、謎にかなりで掴んでいく。さあ、作戦終わりですね。5849、なかなかじゃないでしょうが。さあ、物語も書き終え、科学実験室行きます。もうね、ここでセイラのデート全部消化しちゃいたいなと思います。はい、怖いけど、うん。なるほどね。さあ、あと2回カラーデートが起きなければ、全然まだ SS2 の可能性は残っております。頼みますよセイラさん、あなた次第です。あなた次第でこの作戦変わります。 OK、 一回目通す。ありがとう。でもって、あと探索すべき場所が剣道場、科学実験室 BD ですね。4つですね。なので、なんかね、セイラ2連続でデート行くとね、カラデートするっていう、なんか自分なりのジンクスみたいなのがあるんで、まあ、ちょっとここ一旦剣道場で蹴りつけていきたいと思います。メンバーは神宮寺、カミラ、サイリでいきたいと思います。あ、そうだ、これ聞こうと思ってたんですけど、探索のあのルーレットのあれってカットした方がいいと思いますかね。もしそのご意見いただけるならば、編集して全カットでお送りしたいんですけども、次回からちょっと検討したいなと思ってるので、ぜひコメント欄で教えていただければなと思います。ほいほい、問題ないかな。うんうん、回復すべき5個、余裕ですね。では剣道場行きたいと思います。うん、いいね、いいね。さっきも見たよ、そういうの。ここはもう標的と戦う必要がまるでないんで、
もうこいつら雑貨をして一気に進めたいと思います。あと練習できるのが確か2回ですよね。これ何としてでもアルティだけはもらいたいですね。はいはいはい、まあ、ぜひね、もう飛ばし飛ばし皆さん頑張ってください。もう結果だけ見るのでも全然大丈夫なんで。あと4回。いや、ほんと楽で助かるわ、この配置。あ、ピッチングジがやばいか。ふぃー。ラスト。オッケー、全開。でかい。まあ保険としてね、位置も整えていきましょう。整えさせてくれない。しんぐじにいじめられてるな。余裕でしょこれは。くそ、バックスタブは怒らず。ほい、はい、来ました。攻撃力ダウンが痛いっすよね。攻めて攻めまくります。フィニッシュかな。おお、よく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 な。おお、さあカミラちゃんだけですよ。あと遅刻してるのは。早く席に着きなさい。うっせーしました。あー、まあ臨床回復したのでかいですけどね。さあ来ました。そっちかい。で、そっちかい。ただスカウトがいるんだよな。これが悩む。ちょうどパーキも取ってない。行くか。あー、なんちゅうアマちゃんなんだ俺は。あ、ミッドエースにしますかね。多分ドラフト1位の可能性も出てきたんで、雷からはね、チャンスかパワヒがぜひ欲しい。参ろう。打撃練習これ曲がってるな。悔やまれる。雷パイセン頼みますよ。キャッチャー以外で。おー、いいね。これは筋力。さあ連続で。あー、生きてへんけど、こればっかりはもうセイヤのパラデッドを踏まえないといけないんで、一旦セイラ行く前に、あ、もう行くしかないか。練習はちょいお預けですね。ちょっと下手くそな立ち回りになっちゃったかな。苦しい。オッケー。おー、セイラゼロか。セイラゼロだっけ。びっくりしたっけ。びっくりしたっけ。びっくりしたっけ。ちゃん目取ってるー。確かちゃん目取ってるー。一番きつい取り方したの今。はい。おー、成功ありがとう。体力削れないかもしれないな。ですか、これいけるけど、体力的に無理になっちゃうんだよな、これやると。あと3箇所行かなきゃいけないんで。くぅ、ここで。練習できないのがちょっと響いてますね。そして臨床が全然足りてない現実。精神ポイントも意外と足りてない。面白いな。ただまあいい感じでは来てる気がします。サイリを忘れずに。セーラーも行ったかな。うん、セーラーは大丈夫そうですね。なのでこのメンバーで良さそうですね。終わりも見えてまいりました。もう少々お待ちくださいませ。あとはカミラの金徳と試合で負けないかというところです。しんぼり見ております。
ラクサネル、あれ？これか。よいしょ。はぁ、3箇所か。ああ、原稿せっかちにあれしてくるの忘れた。OKOK、ちょっとこの辺はもうパパパッとやりたいんですけどね。さあ、ルーペをしっかりと下げていく。じゃない？うん。あと2箇所だけど長い戦いが、ちょっと怖いからペッツペツ取っとこう。さあ、次はルーペですよ。生放送でダンジョンとかやってみたいな。そうすれば教えてくれるようになるよね、皆さん。超助かるな、それ。あー、それ夢だな、俺の今の。というね、幻想を抱きながらも頑張っていきます。よし、精神タッグが絡んだら行きたいですけどね。と言ってるそばから絡んでる。しかも脳みいくしゃね、スカート見るし、これドラフト1位じゃね、これ地味に。あ、もう完璧。ノーミさん、マジで頼みまーす。マンリさんは美味しかったな。あとなんだ？走塁。いぶし流し。走塁、いぶし流し。アベヒ。二分の一当たりか。いいでしょう。ノーミさん、僕はあなたを信じてます。信じる者は、いいコツをくれる。No！ はぁ、やられた。完全にやられたね。これで練習は終了です。ここラッキーもらえればな。しょうがない。降格ということになろう。まあ、安倍でいいんですけどね、もう。どっちもいいや、もう。だったら甲子園で神宮寺が光ってくることになろう。うわー、今のターニングポイントだったな。そこでもらえてれば SS にあったかもしんないけど、手応え的に今回はいまいちです。スパイスがなくて、チャンスと意外性でしょ？渋いわ。微妙だわ。強いコツだけど、強いコツだけど。ちょっと微妙っすね。さあ、緑のゲンちゃんはありがたい。よし。あ、また忘れてる。まあいいや。皆さん、春の甲子園はご覧になっていますでしょうか？はい、昨日ですね、先日、まあ、そういう人が負けてしまいまして、ね、ベスト8が出揃ったという状況ですかね、今。はい。自分はあまり見れてないんですけど、今年はどこが強いとかあるんですかね。まあ、自分は、高校出身なんで、結構野球は見るので、はい、高校野球ファンでもあるので、どこが強いんだろうな、今年。大阪桐蔭ですかね、やっぱり。あの、大阪桐蔭の応援歌でパワープロの、あの、スタジアムの時の曲やってくれたじゃないですか。あれ、めっちゃ感動しましたよね。Twitter で見たんですけど。まさかね、あれをやってくれるとは。パワープロファンとしてもね、ありがたい限りでございます。さあ、どっちでもいいけど、できれば、できる。あ、もう一度しなかったー！バッカロー！バッカロー！大失態を犯してしまったー。何やってんだ、俺は。マジで。考えると俺バカだね。え、実況撮ってるとね、何かしらやらかすんですよね。前も確か東雲のなんだっけな、こっちの時送球を取り忘れたりしてたんで。あー、集中力が持たなかったか。
っち向いてねえな。もうね、来ないで欲しいところピンポイントになっちゃったんでね、まあ、まだ自分があるんですけど。くそ、でもまあ甲子園で浴びてもらえればプラマイゼロというか、むしろプラスなんで、ポジティブに行こう。くそ、うまくいくのか。浴びて直取りは痛いぜ。やっちゃったな。今まで探索ミスもせず来てたのに、ここでやっちゃったもんな。本当に体調万全で続けていけるような時でしかちょっとあげれないですね、ダンジョン実況は。あー、ショック、ショックルーラーだわー。さで、まず今回はルーペの配信にも恵まれましたね。はい、何個か踏めなかったとこはありましたが、それはない、滑りすぎだろう。バラバラ、意味なし。さあ、とデートだけか。うん、一言、悔しい、以上。うん、どうせこの時間だろうな。ふぅ、夜型から、さあ4番ショート、名前なんだこいつ。いいなげ、すいません。最後に開発だけ育ってやっちゃいますか。万が一いいのできたらね、ちょっと悔しいんで忘れずにやっていきましょう。あれ、脈動なかったんか今回。ふぅふぅふぅ、水晶、いや、困難体制もいらんな。ほうほうな、できましたね。じゃあ残すか。いらないのが何個かあったんで、どうやってな。全然使ってない、これかな。うん、ほい、最後にダークネス。おー、これはいいね、残そう。ちょっとね、ちょうど混乱体制をね、防具で持ってなかったんで、となるとこれがやばくなるね。本当にこんな感じで自分マジで装備伝説を失点しないとなんで、こうやってサクセスの後に手に入るもので、美味しくなってます。おー、参らんな。さあ参るか、竹伸び、参るか。まあ、あとは負けないのとカミラの成功失敗だけです。おっと、逆転されてるけど、ジャスミン。怖いんだけど、もう心臓に悪い試合ばっかなんだよな、ダンジョン高校って。うーわ、怖すぎる。怖い。うーわ、恐ろしい。初戦からこんなんで大丈夫かよ。やめちくりー。うわー、うわー、来てー。あ、これ考えてるや。対左、うーん、いろいろ取れてね。
記憶ね、持っといて損はないんだけどな。さあ、次、運命の金曲です。ふぅ、SS には無理っすかね、とりあえず。万が一甲子園で阿部流し打ちをもらえるようなことがあれば、あるかもしれないですけど。第9、ボール。第2球、投げました。完全に忘れた、ボール。カウンター2ボール。第3球を投げました。さあ、集中しております。黙ってしまいます。もう、佐藤しっかりしてくれよ。いいよ。チャンスを見ますんだ。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で、稲垣、今日5打点を挙げています。第2球、投げました。ちょい、なにこれ、ちょい、おかしい、6失点ってなんだよ。同点で迎える7回、今日は3打席連続ホームランを放っている稲垣。さあ次の投球、うわー、これ負けそう、マジで。投球は3球目、アウトロー、アズレット、頑張ってくれよ、マジで、カウンカー、俺らは全打席打ってんだよ、頑張れ、本当に。うわっ、死んだかと思った、今。ちょい、ワンアウトランナー2塁という場面で稲垣。ええ、バカじゃん。第9、光バカだろ、この高校。第2球、投げた、これは勝てたはいいものも、もの心臓に悪い、頭おかしいんじゃないの。だって5打数5安打11打点で全部俺の打点っすよ。そりゃ祝福どころじゃねえよ、金よこせよ。祝がなんちゃら来てよ。印象が思ってないですね。びっくりした今。これ不安しかないんだけど。まあいや、神が頼むぜ。俺はお前を信じる。だからお前も俺のことをちょっとあんまり見ないで、ちょっと控えめにね、控えめにちょっと見てもらって、うん、ちょっとあまりね、そのヴァンパイア的なね、その血をね使いすぎるとちょっと死んじゃうから、ちょっと倒れちゃうからね、それだけはちょっと何てほしいんだ。うん、ちょっとあんま力抜いてね。うん、そうよかったー、マジでよかったわ。かなり少し、さあ、あと試合だけど、そして阿部日、くっそ、ああ、どこ行けんだよこれ。まっすぐありだな、まっすぐありなんだよな、なんかあの打線見ちゃうと。遊ぶか、絶対余裕あるけどな、体力に。どうしよう、負けるのが一番嫌なんで。ゲッケモックとか言ってもいいだろうな。いや、そう、負けるのが一番だが。さあ、3回、アビチカノリはちょっとないな。まずいでもそれかよ、何してんの、須藤マジで絶好調じゃんお前。頑張れよ、こんな不調の鉄砲塚にさ苦戦してないでさ。ちょっと須藤、おお、すげえ、これが遊んだ結末じゃ。初球空振り、1、2、1得点って書かれてたんじゃない。ここからまた打ち取れるんだろうな、どうせ。おバカだ、ほんとに。皆さん、今回の見どころはダンジョンじゃないです。あの、試合をぜひ見てください。こんなんばっかりや。あー、怖い。今、実況だからこんな面白おかしくしていられますけど、これ多分プライベートで一人でなんかやってたら、マジでもう手汗やばくなって死んでましたね。はい。遊んでてよかった、これ、きっと。きっとだけど。あー、やばい。破滅の未来が見える。やばい、ちょっと一人くらいこっち来てくれてもいいじゃん。参ります。とりあえずここさえ勝てれば。さあ、焦点に、よしよし。ただ僕とか結構やっかい、ツーシームも投げてくるんで、はい、まあ、深海寄りにちょっとカーソルを立て寄せるのが打つポイントです。なんかツーシームは、やっとすぐ本気出した、
と須藤が本気出した。リードで迎える5回。どこが最下位なんだよ。お前何してんだよ。そりゃそうなるわ。何失点してんだよ。すだるまだろ。やっぱ変だよ。すげえ。今のすげえ。モブの神プレイ。今日2本のホームランを放っている。今行動した。岡田かよ。ロッテファンの自分としてはね。岡田選手すまんね。岡田かと思ったわ。今のすげえな。いいのがブレた。じゃあ後で動画見返そう。マジでもうここ千葉の見どころここだろ。うわマジでびっくり。ゼロかよ。もう破滅だわ。死んだ。うわ直撮りまくり。これは残念ながら SS2 っていうか更新も難しいんじゃないかな。まあ、ちょっと技術が多分足りなくなるんで一番もらえる。ここかこっか。ひどかったな練習。本当に男女って難しいんですよね。もう高校全部噛み合わせていかなきゃいけないんで、新曲の成功失敗を通せばいいとかそういうものじゃないんですよね。まずここにも更新への穴がなんとかあるんですよ。だからもう、まあ、ダンジョンやらないって人結構いらっしゃいますし、シラスとかタヒラからすれば絶対楽しいですよね、これは本当に言えます。時間もかかんないですし、こんなね試合でドキドキすることもないし。こうか。あのさぁ、ストレート投げよう。俺もストレートに思いつけるぞ。さあ、最終回にまたゴロッケに取れるのかな。そのミラージュなっちゃう。ぶっ叩いて。ほら、そういう。おぉ、あれたね、最後まで。さあ、無事ね、試合とかは満点でした。金徳も一応全部取れました。スカートもドラフト1です。ただ、コツが壊滅的でした。さあ、どんな選手が出来上がるのか。楽しみですね。こいつ何人の女の唇を奪ってんだよ。殺すぞ。さあさあさあ。セイラ50がどんくらいもらえるのかな。80くらいかな。いやー、一つのミスで命取りになるということを今からお見せしてご覧になりましょう。どんくらい出たかな。16,600くらい。嘘。出すぎでしょ。思ったよりびっくりした。あんなコツとか来ないで。あ、マジで。ちょっと一旦スクショしますね。最高経験値出ちゃった。なんでこんな出たんだ。もうちょっと1万1000じゃん。すいません。まあおそらくカットしてると思うんですけども、まあこんな感じになりました。はい、いかがでしょうか。手応え的にはまあ SS に行かないくらいだなというふうに思っております。では行きましょう。いいんだよね。ん、あ、まだ取れる。取ろう。よし、さあどうでしょう。1。あー、やっぱそうですよね。損壊ですよね。はい、まあ感想から言わせてもらうと、まあ直撮りが痛かったと。技術がちょっと足りなかったと。であと筋力もちょっと稼げてなかったんで、まあそこをどうするかというのが今後の課題となってきますね。はい、まあ自分がいつもやってる野手デッキの動画を、載せてみたんですけど、まあいかがだったでしょうか。まあグダグダなとことかね、ところどころありますが、飛ばし飛ばしでも見ていただけると嬉しいです。はい、では長々とご視聴のほどありがとうございました。はい、よろしければねチャンネル登録の方もお願いしたいなと思っております。まあ男女の動画ねなかなか上げられないと思ってるんですけども、まあサクセスも時間があるときにこういう風に上げていけたらいいなと思っております。それでは失礼いたします。さよなら。